はい、どうも、誠です。さて、今回はこちらになります。はい。H&Y 社から出ているブラックミストフィルター。こちらを今回使って、写真、動画の方を撮ってきました。まあ、今回はその動画を見ていただきます。はい。それでは、今回の動画もよろしくお願いします。はい、それでは、このブラックミストフィルターを使うと、いろいろな効果があります。まずは、ハイライトとシャドウ部のコントラストを抑え、柔らかな描写になります。レッド映画のようなワンシーンを思わせる映像なんかも撮れます。で、まあ最後にフィルムを使ったような写真なんかも撮れます。はい、ということで、今回動画と写真撮影をしてきたので、まずはその映像をお見せします。それではご覧ください。どうぞ。はい、ということで、映像の方はどうでしたか。まあ、非常にいい感じの写真、あと動画の方も撮れたと思います。で、今回の場所が、バラの丘公園というところに行って撮影をしてきました。はい。で、まあ今回は昼間だったんですけども、またこのフィルターを使って夜景なんかも撮ってみたいと思います。はい、ということで、今回はこのブラックミストフィルターを使って動画と写真を撮ってみたという動画になります。はい、それでは今回の動画は以上となります。はい、では今回の動画良かったと思ってくれた方、高評価よろしくお願いします。それとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。